約1メーターぐらいに切ったタコ糸を2人1組で端と端を持ちます。で、片方の人が時計の反対回転でぐる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 とよりをかけていきます。ぐる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 、割ときつめによりをかけてあげてください。離しちゃダメですよ。はい。そうしたらきつくなってきたら、ちょうど半分ぐらいのところを持って端をもう一人の人に渡していきます。はい。はい。そうしたらロープが少し離すと自然と回ってきます。はい。そしたら、よりのついた方向に強く回していきます。ぐるぐるぐる。ぐるぐるぐる。割とこの時にはきつめに回してあげてください。ぐるぐるぐる。ぐるぐるぐる。はい。割ときつくなってきたら、また端をもう一人の人に渡してあげてください。で、そうすると自然と寄りが打たれてきます。ぐる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 。はい、OK です。はい、10センチぐらいに切ったビニールテープでロープの端っこをよいしょ、ぐるっと巻いてほつれないようにしてください。はい、寄り紐の完成です。